エッペハメリクエッペハメリクは、デンマークの作曲家、指揮者、コッペンハーゲン出身、作曲家、アスガーハメリクの子。ソーラの学校に在学中から作曲を行い、1916年に卒業した後は、本格的に音楽を学ぶようになった。フランク・バンディア・シュトゥケンに指示した後の1919 19年に、アマチュア・オーケストラの指揮者としてデビューした。 やがて能力を認められ、1919年から1922年までコッペンハーゲン王立劇場の合唱指揮者を務め、1920年にはクリストフ・ビリバルト・グルックのオペラ、オルフェオとエウリディーチェでカペルマイスターとしてデビューした。1922年から1927年まで海外に留学し、1924年にはマインツで初めてのオペラ、 ステパンを作曲し、その後アントウェルペン、リューベックに移った。1927年から1931年まで音楽協会の指揮者を務めた。その後、ウィーン・ライプツィヒドレスデンなど国内外で指揮し、この世代の最も重要な指揮者とみなされた。1939年から1943年までデンマーク放送協会に定期的に客演した。 作品には、オペラ、室内楽曲、5つの公共曲などがある。彼は、ロマン主義音楽から離れたが、1920年代の国際的な反ロマン主義運動には参加せず、フランス風でもなく、ドイツ風でもない、新しい客観性を追求した。私生活でも妥協を許さない性格で、冬戦争に義勇兵として参加した。ヨットを趣味としていたが、 1951年に事故で歴史した。ありがとうございます。